はい、こんにちは、影山です。今日はですね、リスナー様のリクエストでトヨタのシーポットをお借りして、ちょっとですね、試乗レビューやります。ただね、原付きじゃないんですけど、自動車専用道路を法律上走れなくて、上限速度は法定速度60キロに設定されてて、走れるところが限られちゃうんですよね。ちょっとこう、シーポットを使うし、ことが多いシーンである道路をちょっと走ったりしてレビューしますんで、よかったら一緒に見てください。それでは、シーポットお借りします。システムスタート。それで、内外装レビューとかはまた、別途アップさせていただいて、その時にスペック詳細なども説明させていただきたいと思います。とりあえず時速60キロまでしか出ないですでね、ちょっと外のホワイトバランス取れないんで、ご了承のほどお願いいたします。それでですね、遅いか早いか言ったら遅いです。それでね、すごいロードノイズもひどくて、あとハンドリングがね、時速50キロ超えたらちょっとかなり不安定になって怖いです。そのなし、コンパクトカー規格やから、こうこけへんかなっていうところがすごく心配で、その自動車専用道路と高速道路を走れない使用法律なんですけれども、実質原付ではないんですよね。その車検とか、軽自動車の車検の適用とか、税金も軽自動車の税金が適用になったりとか、分類は自動車扱いなんですけど、最高時速が法定では上限60キロまでしか出せないっていう形になってます。で、思った以上にちょっとこう安定感がなくて、43号線ちょっと運転したんですけど、ちょっと怖かったですね。ちょっともう返しに行くとき43号線走るんですけれど、またその時ちょっと詳しくレビューさせていただきます。今ちょっと車になれるのに空いてる道道路ですね、ちょっと走行させていただきたいと思います。乗り心地はかなりピーキーですね。時速30キロぐらいで走ってたら乗り心地的には悪くはないとは思うんですけど、30キロ超えるともうなんかノーサスカート乗ってるみたいな感じですかね。一応サスペンションはある感じなんですけど、これで時速、ハンドルがおかしいですよね。なんかグラ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 ってなる感じがして、車に体慣れさすのに、ちょっと車少ない道路をちょっと走ります。
カッチっていう音はヤリスと同じやったかなですね。ちょっとねフル加速やってみます。フル加速やってみましょう。これがベタ踏みです。これ今ベタ踏みですね。加速感で言うたら昔のツーストのバイクパスソーラーありましたやんか、あれにちょっと似た感じですかね。うん、遅い。これはね、なんやろう、その大阪市内を走る代物ではちょっと怖いですね。あのトラックとかが真横とかに来たらほんま怖いです。ベタ踏み、ベタ踏みです。でカーブになったらねちょっと怖いから、一番あれかな、50キロ超えちゃうとちょっと怖いです。やっぱり音もでかいですし、で信号高速は乗れないんです。ここまでCポットを乗ってきた感想なんですけれども、ちょっとやっぱ、怖いですね。けどクーラーはついてるんですよね。だからすごいクーラーはよく効きます。寒いぐらい。もういやどうなんやろう、ちょっと怖いな、やっぱりなんかめっちゃ。この辺で内外装レビューやらせて欲しかったんすけど、ここでやりましょうか。ちょっと一回、動画終わります。あとちょっと国道43号線でまたレビューさせていただきたいと思います。さあそれではですね、Cポットの
およそ600メートル。デビューの続きです。同位町6丁目西を左方向です。ちょっとこう車になれるのに、まあ車の少ない道路を走ってきたんですけれど、やっぱちょっと慣れないですね。やっぱ怖いです。動画は撮ってなかったんですけど、さっきちょっと横からダンプに抜かれるシーンがあったんですけど、ちょっとこう生きた心地がしなかったみたいな感じですね。じゃあ43号線に出ます。で、43号線走っててどんな感じなのか、まあレビューさせていただきます。まあ今日はまだおよそ500メートル先向こう側を右方向です。日曜なんで、大型トラックが少ないから、まあまだマシかなっていう感じですね。キロぐらい超えたぐらいからガラ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 っていう音がこうちょっと怖いっすよね。ほんでもなんかもうむちゃこう車のこう挙動が変になっていきます。怖いです。鈍いからちょっと右折で車の感覚が空いてもちょっと踏めないっすよね。怖すぎて。赤になるのを待つのが最善策ですね。右折怖い。43号線走っています。でやっぱり普通乗用車のこう速度域に比べるとやっぱ断然圧倒的に遅いですね。43号線は速度上限40キロなんですけれども、流れに乗るまでにちょっとやっぱしんどい感じはあります。だいたい目いっぱい踏んでミニバンの普通の発進ですよね、に追いつくのがやっとっていう感じです。で、流れに乗るのにもうやっぱ50キロを超えると怖いです。かなり怖いです。で、ブレーキもね、最初のタッチからバーンって効かないんですよね。だから50キロ以上出すとこうブレーキにもちょっと不安があって怖い感じはしますね。このハンドルがねもうちょっと安定しないんですよ。かなり今後ろから来た全剣突き抜かれます。さよなら。特徴としてはハンドルがね意外と重たいんですよね。だからさっきちょっと U ターンしよう思った時ちょっとしんどかったかな、あのハンドル切るのが。いやー、これ見た目は可愛いんですけど
ことも怖いです。車庫入れ、やりますんで見てみてください。およそ600メートル先、玉江橋を右方向です。やっぱりトレッド幅狭いからちょっとやっぱ安定、カーブ安定悪いですね。むっちゃ怖い。後ろがね、全長が短いから後ろにトラックとかボーンってこう迫ってきたらめっちゃ怖いっすよね、ほんまに。すぐ頭の後ろが窓やから、頭の後ろにトラックがおるみたいでめっちゃ怖いです。
ね短いから、そのあれの感覚がわからない。前幅、前幅もちっちゃいから感覚がちょっと分かりにくいみたいな。まあ車高よりも全然やりやすいですね。すげえよっ。以上です。すいません。以上、トヨタシーポット試乗レビューでした。正直なところ怖いです。時速30キロぐらいで走ってんやったらまだ、そんなには怖くないんですけれども、大阪市内でちょっとした道路を走ろう思ったら、もうみんな5、60キロ普通に出て走ってるから、もう怖くて怖くて。で、この車で50キロ以上出したら、なんかぐわー言うて、ハンドルもこんなになるからめっちゃ怖くて、ちょっと生きた心地がせえへんみたいな感じですね。ちょっと僕は怖くて、この車欲しいなとは思わないです。すいません。ごめんなさい。それでは簡単なんですけれども、出演させていただきたいと思います。